浜線快速停車駅の相模原さくらでございます。もうご覧って分かりますが、こちら大阪梅田ではございません。大阪上本町でございます。もうね、見てお分かりと思うんですけどね、こちらに今ね、急行大改正ありましたかね、途中までに乗って10時28分の伊勢中川行き急行に乗車いたします。もう電車停車しております。便所ついております。乗車券のみでね、乗車可能です。こちらに終点までね、乗車いたします。2時間です、終点もうね、行き先はおおよそね、ここまで来ましたらもう毎度のね、パターンでございますので、ようやくね、本日より神戸脱出でございます。ね、楽しいね、夏休み、本日でね、いや、もう1週間でしょうか、8日目ですよね、28日ですから。なんとなくね、断面落ち着いた方がいいですね。それではね、こちらのね、この電車で伊勢中川まで乗車いたします。急行ですが、桜井駅から榊原温泉口までね、各駅停車です。便所ついております。所要時間急行ですが2時間です。こちら大阪梅田ではございません。大阪上本町です。ではね、出発もね、まだ25分前ですかね、電車に乗車いたしますね。じゃあこのままね、車内に向かいます。こちらちょうどね、台がありましたからね、それではね、急行伊勢中川駅に乗車いたします。終着駅で乗り換えでございます。ではね、今まではね、五十鈴川までね、直通で走っておりました。途中で伊勢中川も何度か渡して、こちら高安駅で、やはりなんとなく落ち着きますよね。
としたね光景で。嵐の時間も過ぎておりますけどね。嵐はね、気楽にちょっと夏も乗ってこないでしょ。こんな感じですね。こんな感じですね、車内はね。私がね、立ちますと、このね、まだ始発ですね、やはり阪急電車と違ってね、空いておりますね。急行でね、2時間ですからね、あと、ね、もう2時間、例えばこの座席でね、もううんざりな方もいらっしゃると思います。ね、あの、私も急行にね便所ついていたらね、他の阪急線の急行に乗車してもね、便所はないということのね、あの、なんて言ってないですか、まあ田舎者もありますよね、そういうこと言うとね、まあ、まだね、まだ見ます、知ってらっしゃらないけど、はいはい、こんな感じです。着席できました。ね、まだね、あの、10時6分です。これでも物持ちいいですよ、これ。電車ね、50年使ってますからね。本当に言いたいのはね、ちょうど私、部屋さんに行った時に、神戸の地下鉄、最終日だったそうです。あの、前日でしょうか。引退のね、イベントあったそうでね、たったね、27年しか使ってないでしょう。なんていう無駄遣いでしょうか。まだまだね、あの、綺麗な地下鉄でしたけどね、車内とかね、3120だったですが、あの、この電車ね、もう50年ですからね、本当にね、近鉄電車ね、長も、あの、古い電車を大切に使います。文句言う方もね、いらっしゃるけどね、もちろん古いと言ってね、私この車両もね、もう長く愛用してますよ。特急は特急ね、それの良さがありますよね、これと。急行という、急行でね、便所ついて、なおかつ普通の乗車券のみでね、乗車できるということはね、あの、よろしいことです。まあ、これがね、やっぱり、さすが近鉄ですよね。多分私、この席一人でしょう。そんなに、混んできません。途中ね、山越え2回ね、灰原の峠のところ、トンネルを越えますと灰原です。灰原トンネルを越えて、佐々木場の全の地域、こうやってね、幾度のトンネルを越えて、伊勢中川で、向かいますね、この道ね。伊勢中川で増田方向と、乗り換えとなります。大阪で本町です。近鉄百貨店前です。大津がね、今日はこのまま乗車いたしますね。なんだかね、気分が違いますよね。私神戸嫌いで、上に向いてしまう。私神戸嫌いですから。私田舎の方が好きです。ね、人の動向じゃないんですよ。神戸ね、私感想ですが、都会のあれにはね、慣れらしくて、こちずの聞き方が悪いです、なんて言っても。それでね、都会と威張ってますから。ね。ではね、もう私もゆっくりね、話したいんでね。12時ね、27分に到着です。こちらはね、10時28分に出発です。急行です。旅のスタートでございます。楽しい、ね、夏休みの旅行をね、まだね、目的地はこの場でね申し上げることはできません。台風のね
関係で日程が2日順延になりましたけどね、上昇天皇ね。ですが、あの本来の明日だったんですが、ね、台風の影響で明日のね出発日が、まあ、今までねこの場で私申しません。後のお楽しみで、ね、あの動画見てください。31日にね、29がね、もう仕方ありません、これはね。お天気はね、よろしいですけどね、仕方ありませんからね。それでもね、それなりに時間余裕がありましたまだね、目的の前にちょっと少しね、ちょっぴりとね、楽しもうと思います。なんか気分違いますよね。神戸いてるとね、まあ、あの頭痛がいたします。私ね、神戸どうでもいいんですよ。私金鉄線好きですから、神戸嫌いですけど、この髪の毛もね、一度言われたことありますよ。三宮で髪型ね、あの美容室行った、神戸の方はことごとく三宮しか持ちませんからね。私嫌いですから、私西大寺ですから、好きな大和西大寺、近鉄の西北です。こちらはね、大阪御浜町です。近鉄百貨店前です。愛着あるところです。ではね、この後ね、順次ね、動画ね、楽しい動画ね、見てくださいね。本日ね、視聴者の方増えてね、ね、見たい方見てください、見ないでください。それはもう好き好きでございます。はい、じゃあ YouTube の方はここまでです。はい、そして猫さん、おはようございます。さくらです。自宅無事出発いたしました。ですがね、予定より2日、まあ、これはね、猫さんにはね、お話してあるんですが、2日ちょっと順延になりましてね、とりあえず明日だったんですが、明日が台風の影響でね、運休になります。運休、まあね、運休と言っときましょうか。今はね、運休になりましてね、31日に予定で、2日空輸になりましたからね。で、2日遅く出る、もう私ね、自宅出発して、ま、前倒しといったでしょうか、予定ね、早めて、少し楽しみに参ります。動画ね、いろんな動画、いろいろな場面ね、ありますけどね、いろいろご心配ね、私もちょっと落ち込んでおりましたので、ご心配かけて、ね、ありがとうございます。これからね、お気遣いいただきありがとうございます。動画の面ね、いろんなこの後ね、アクシデント笑いもね、あると、いろんなことがね、あると思います。だけどね、楽しい、アクシデント楽しいね、アクシデントでね、ありますよ、ね、願っております。ではね、こちらの大阪御浜地域からね、出発いたします。まだね、電車出発に13分時間がまだ電車空いております。ではね、御浜地域に行きます。